次に女性の市民連合秋山敦子さんお願いいたします。皆様こんばんは。ご紹介いただきました野党共闘を進める埼玉女性の市民連合と申します。この女性の市民連合はオール埼玉総行動の共産団体の一つです。ジェンダー平等というのを政治のメインストリームにしていこうじゃないかという発信をずっと2017年以来続けてまいりました。実は今日私たち野党共闘を進める埼玉女性の市民連合は今さまざま問題になっております。統一教会の問題ですけれども、統一教会とジェンダーというテーマでもって学習会を開催することができました。コロナでもって屋内の集会というのはなかなか開かれなかったんですけれども2年ぶりです。で講師になっていただいたのが富山大学の斉藤正美さんという、この10年来モンテナ大学の山口智美さんなんかとご一緒にこの統一教会の問題をずっと関わってきた方で、なかなかいい学習会でした。おそらくこのジェンダーと統一教会の問題っていうのの学習会はおそらく埼玉の中でも私どもが初めてだったというふうに思いますけれども、ジェンダー平等というのは私は人間の安全保障を担保する理念であるというふうに考えております。この安全保障を担保するためにもやはりジェンダー平等というのが本当に政治のメインストリームになっていく、国政のメインストリームになっていく、これは本当に大事なことだというふうに思いますけれども、今年国連から発表された世界がジェンダー平等になっていくのにあと300年もかかるというような報告もございますけれども、そういうことにめげず、やっぱり日本は本当に戦争をしないということを77年前にきちんと誓った、そして今現行憲法というものを私たちは持っております。来年統一地方選があることはさまざまな方からお話がございましたけれども、やはり私たちはこのたかだか77年で今本当に戦後最大のターニングポイントに日本は来ているのではないかと思います。これを右に回らせないために我々がどれだけ力を振り絞らなきゃいけないか、それをこれから埼玉女性の市民連合もオール埼玉総行動ともども9条と24条を軸にした活動を、そして戦争させるなと、私は戦後というか国民学校最後の1年生でしたので、二度と再び戦争なんかさせてたまるかという思いでずっとこの間やってまいりました。その思いをさらに強く皆さんと共に本当に憲法9条を私たち今持ってます。これはやはり戦争の責任は我々にありませんけれども、戦後責任はあると思います。憲法9条を変えさせないという戦後責任、これを次の世代にきちんと伝えていく、それをオール埼玉総合とともども埼玉女性の市民連合はこれからも声を上げ続けていきたいというふうに思います。よろしくお願いをいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。